北海道の雨竜川では氾濫危険水位に到達し、氾濫の恐れがありということです。詳しく情報を見ていきましょう。支点河川洪水予報を見てみますと、雨竜川では紫色の氾濫危険情報が発表されています。こちらは警戒レベル4相当にあたり、避難指示の発令の目安となります。雨竜川の多度市水位観測所では氾濫危険水位に到達しました。雨竜川では堤防決壊などによる氾濫の恐れがあり、深川市チップ別町などでは浸水する恐れがあります。直ちに市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動を取るようにしてください。現在のお天気ですが、北海道では低気圧に伴う雨雲が通過中です。お昼過ぎまではまたこの雨雲がかかり続ける恐れがあり、河川の増水に警戒が必要となっています。雨竜川のあります深川市付近ではまだ引き続き雨雲がかかりやすい状況となっています。東北旭川周辺でも雨雲がかかりやすい状況が続いています。周辺の河川では河川が増水していく恐れがあります。雨竜川では氾濫危険水位に到達し、この後も氾濫の恐れがあります。周囲の状況などを確認するなどはせずに、安全な場所でお過ごしいただきたいと思います。この先も詳しい河川の情報などはアプリウェザーニュースからご確認ください。